今回はジェルのフォルム作りについて教わります。どうもくまです。今回はベースジェルのフォルム作りについて説明していきます。使用するのがベトロの富士とハンディライトです。地爪にかなり凹凸のある方向けのベースジェルでのフォルム作りについて説明していきます。では動画の方どうぞ。まずベースジェルを塗る前に筆は必ずネイルワイプで洗浄していい状態にしてください。でしっかりキッチンペーパーで拭き取ります。でベトロのベースジェル富士を取りまして、まずまんべんなく全体に塗布していきます。ここら辺の塗り方に関しては以前の動画を参考にしてみてください。でこのようにしっかり塗って先端も囲っていきます。でこの状態で硬化してしまうとかなり凹凸がありますよね。でこのままカラーを塗ったりしていくとかなりボコボコした表面になりますので綺麗なフォルムは作れません。かなりこのような感じで凹凸があります。多分綺麗なフォルム使い悩んでいる方はもうこの状態で塗ってるんじゃないのかなって思います。なので一度、このように全体に塗布してから再度硬化する前に筆にクリアジェルを取りまして全体に先ほど塗ったクリアジェルにかぶせていきながらレベリングさせていきます。これ先ほどへこんでいたところとか先端のへこんでいるところをこのように筆圧をかけて伸ばしていくのではなく2回目に乗せたベトロの富士を表面を引っ張りながら伸ばしていきます。こういう感じですね。これを全体に伸ばしていきます。本当に爪の表面ジェルの表面だけを導いていくイメージですね。このように表面だけを触れてクリアジェルを導いていきます。でこのように最後クリアジェルを高さを出したいところに持っていきましてこのように上下させながらレベリングさせていきます。でこの時に上の蛍光灯があれば蛍光灯の線がまっすぐスッとなればレベリング完了です。でこれで硬化していきます。でこの時に結構厚みが出てるんですね。なのでいきなりライトに入れるとちょっと厚すぎるのでここら辺でハンディライトで仮硬化ちょっとずつしていきます。でここで仮硬化をちょっとずつしていきます。いきなりだと厚くなっちゃうんでこんな感じでちょっとずつ様子見ながら厚くないですかーって硬化していきます。大丈夫。はい、でこれで一度完全硬化していきます。今回はサロンデビューしてみてフォルム作りとかワンカラーうまく塗れないなっていう方のためのものだったんだけど実際どう？どうでしたか？実際今までだったらベースをただ塗ってから普通にカラーしてダメです。ちょっと待ってください。ちょっと一回切ってください。いや切んなそのまま。もう一回言い直します。
今までだとベースジェル一度塗りさっと塗ってからカラージェル塗ってたんですけど、やっぱキワとかこうむしっちゃった人とかの爪のとこボコボコになっちゃったりとかしてたので、今回のですごく参考になりました。大丈夫？大丈夫です。え、直哉さんは？直哉さんは俺大丈夫。ずるい。俺大丈夫。もっと俺大丈夫だった。もっと喋ってください。右。いやー、ずるい。でも、すごい勉強に、すごい近くで撮ったからね、今回。勉強になるような動画に仕上がるんじゃないかなと思います。はい。では、今回も、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。第4期オンラインサロン全14アートを配信中です。詳しくは概要欄で。今回使うのか。どうもくまです。今回は違う、待てた。どうもくまです。今回はじゃないよ、これだよ。今回使うのよ。どうも。お腹ハハ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 ハ